メダカ？メダカやな、これ。メダカ、メダカ。3匹。泳いだろ。え、これ全部色違うけど、同じメダカ？種類ちゃうんじゃん。どこ行った？マジ定食これ。ご飯食べたいね。冷たいの。マオちゃん、マオちゃんこれ？うん。水で乾杯。お食事どこで？夏のおすすめやん。夏の丼やん。なんとひつまぶしがあります。おー、こっちしたかったな。夏のイケメンフェス、思ってる以上に駐車場が満タンです。ママちゃんのは夏野菜店となんかセット定食うまそうやな。なすつけもん、きゅうりのきゅうちゃん、手作りっぽいよ。きゅうりのきゅうちゃん、手作りきゅうりのきゅうちゃん。で、わてのも同じく夏野菜天のセット、冷たい方やな。塩もつって、塩もかなかなか。あ、これがさっきのママが食べてたぶどうみたいな漬物や。いいね、彩りが。お疲れ様です。そば、天ぷらです。天ぷら、うずらかわいい。まずは天ぷらを塩で食うか。山芋、山芋。中で山芋がとろけるな。うんうん。有田やったけどな。有田の駅をちょっと降りて、駅じゃないな、インターチェンジを降りて、しばらく車で進むと、なんか目の前でうどんっていうのが書いてるんで、そこに入ると、昼時に入ったんやけど、結構ね、人がいっぱい入ってたな。うん。駐車場満タンですよ。この山芋の天ぷら食べる。山芋。あ、お前は油とこう山芋のなんていうの、中のこのトロンとしたやつか、まざくりでうまい。あとそばね、そばも、まあ、うどん屋さんやからそばうまいし、うん、うどんうまい。昔ながらのちゃんとうずらが入ってるやつ、うずらの卵が、うん、うまっ。タレはねちょっと濃いめな感じですよ。3メーターですよ、3メーター抑えきれる？早い。3メーター一気食い。うん、和歌山有田のお食事処つかすさんでちょっとお昼ご飯食べてみました。ごちそうさまです。Thank you.
ごちそうさまでーす。なかなかうまかったな。久々にママちゃんの運転でございます。かっこいいね。ポジションが。どうもさ、ジープのなんかここあるやん。これ持つとかあれへんから、ここ持たなあかんやん、こうやって。なんかここかけるやつが欲しいわ。こう持っとかなあかんもんな。まあ、これでもええか。なんかあるやん、取っ手が。普通これ取っ手ついてるやん。デッセンの時も。ついてないやん。なんか取っ手また売ってんねん、これ別の、なんかいろんなオプションかなんかで。それ買おうかな。取っ手つけるために。天気やな、今日はな。海はええな、海はええよってやつやな。ちょっと歌がちゃうか。